はね、何？ツイッターでね、ああ面白いものを見つけたんですよ。何ですか？それは、Wife Labels っていうね、サービスです。何ですかそれは？新しい Wi-Fi ですか？違うね。何？AI でね、自分の理想の嫁をね、作れるんですよ。やっべー、嫁が作れちゃうの。やべー。それじゃあ、早速作っていきましょう。いきましょう。じゃあね、まずはちょっとリオちゃんから あの理想の嫁をね、作ってみましょう。いいぜ。リオが思う可愛い美少女を作ればいいんですよね。そうです。最強の美少女作ってやるよ。ではこちらの Meet Your Dream Wife を押してください。こっち。この中からベースになるね、嫁を選ぶんですね。可愛いね。雰囲気というか、一番この中でお気に入りのもので、右下のリフレッシュザグリッドっていうボタンを押すと、あの、すべてシャッフルされます。なるほど。なのでお気に入りのものが出るまでこうシャッフルして、新しいのが出てくるの。そう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 。雰囲気あれ、待って、もう一回見てみよう。あ、これがいいな。これ、いろんなパターンの絵がありますね。これどうぞ。かわいいから。はい、では次ね、カラーパレットで色味をね、選びます。色味ですね。髪の毛の色だったり、服の色だったり、そういう色味をね。これ、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 はやはやはや、すごいはや。まあね、まあね、まあね、色味のプロですから、ね、資格のプロですから。では次はね、ディテールですね。ディテールって何ですか？ここがね、すごい大事なとこで、何？絵を詰めるというか、ここでディテールが決まるんですよ。何？髪型だったり、まあ、書き込みの感じだったり、色の塗りの感じだったり、服の感じだったり、ここでほとんど決まると言っても過言ではないというか決まる。わかった。この雰囲気の絵を他のいろんな絵師さんが描いたらこうなります。素敵な。すご、すご。私は、他のを見てみる。あー、なるほどね。あ、めっちゃ可愛くない？これめっちゃ可愛い。憂いを帯びてる。憂いを帯びよっと。すごっ。俺これすごいね。憂いを帯びてる。綺麗だね。綺麗でしょ。うん、なんか男らしいでしょこの子。確かにね。この子ティファールって言うんだよ。ティファール、ティファールちゃん。ティファール。お湯沸かしてくれる。最後はですね、なんかここで猫耳とかつけたり、かわいい。なんかちょっと髪型変えたりもできるんだけど、この顔でポーズがね、決められるんですよ。いろんなポーズが？みんな同じ顔してるんですよ。見てくれると、知ってもらうとね、すごいんですよ。すごいね。うん、見てこう、いろいろ。そう、この髪色で、この顔で、装飾品とかがね、このポーズでつけられるわけですよ。いやね、猫みさらにポーズも。すごいすごいね。すごいテンション上がっちゃってるわ。リオね、かっこいい毛が好きなんですね。綺麗、絵がね。いいな。絵が綺麗だよ。絵がめっちゃ綺麗。うん。だってこれすごい横顔みたいなさ、顔もあるし、真正面もあるし。やべえやべえ、マジ。すごいよね、同じ顔なのに。あ、待って、もう、これ。俺は、はい、決めました。リオの最強の嫁は、これですね。なんか、何？あの、主人公のヒロインのお姉さんで、なんか、おばさん、なんか年をちょっと取ってこうだね。ちょバカにしないでよ、俺のティファール。かわいい。やめて。ティファールだから。俺のティファールだから。おばさんかもしれない。おばさんじゃない。ね、これすごいのがね、この何作った嫁のね、グッズをそのまま変えてしまうんですよ。すげえ。それは、うん、作った人天才だね。すごいよね。すごい。この嫁のグッズが変えてしまう。いらないんですけど。私いらないんですけど。嫁なんだよ。心の中違ってこうと俺は。そういうタイプ。じゃれーちゃん次どうぞ。じゃれーがやってみますね。次はやっぱねー、やっぱねー、やっぱりはねー、何？幼女、この幼女にしまして。あんた幼女好きだったの？可愛いから。色はねー、ね、やっぱねー、なにこれー、これ知る、これ知る、これ可愛いかもしれないから。絶対に可愛くない。 100% の可愛くないよ、はい、ね、可愛い色ないよ、怖いね。でも全体的になんかね、ちょっと可愛いかもしれないけど。何が可愛い？あ、でもこれが可愛いかもしれない。この一番右上、確かに確かに、右上から2番目のやつね。悪魔みたいな、悪魔、幼
今日。幼女だ。クリスティマスにじゃあ、はい。なんか。やっぱでも幼女だからね。で、可愛い。なんかうさ耳全体可愛いでも。確かにね、なんか耳ついてんの多いね。あ、でもこれにしますね。これ可愛い絶対。どれ？これ。あ、うさ耳だね。うん、可愛い。例のはこちらの子でーす。やばいこれは。可愛い。やばいよこれは。これは予報。できないよ。だって見てよ、ここに赤いブチブチがイボがあるよ。イボが。これは何？これはイチゴ。イチゴがついてんだ。こいつやべえよ。イチゴの服着てる、うん、これの名前は、うん、クロスズメちゃん。え、パクってきてね、それ黒スズメちゃん。それ他社、他社のパクって。かわいい。かわいくないよね、あんた。おかしいよ、あんた。おかしいよ。幼女。あ、どっちがかわいかったかで、ね、多分ちょっとアンケートがこの辺出てると思うんで、どっちがかわいいのか、みんなぜひ投票してください。俺だよ、スズメちゃんだよね。リオちゃんじゃねえ。リオでね、これすごだけど変だね。あ、俺みたいねって言わないで。変だね。変じゃないでしょ。